マイク近づけてください。マイク近づけて。10秒前です。10秒前。木曜日の午後3時を回りました。11月になりました。パーソナリティの栄一郎こと荒木栄一郎です。よろしくお願いします。すいません、番組の名前言ってもらえますか、はい、あ、ごめんなさいいい加減来てもらえますか初っ端からいや、はい、すいません。国際恋愛の成功の秘訣です。はい、今日で17回目、はい、よろしくお願いします。スミスです。はい、はいはい、あ、橋本です。よろしくお願いします。はい、今日は2回目ですね。ゲスト来てますね。はい、大丈夫かね。何か失礼だね。じゃあ、はい、自己紹介お願いします。ヤシです。はい、はい、よろしくお願いします。ね、じゃあ今日は、この4人で、1時間ラジオを進めていきたいと思いますけど、はい、今週1週間先週はルーベン先生でしたね、うん、今週1週間、うん、何かありましたか皆さん。いろいろありましたよ、まあ、この2週1週間と言わず2週間ぐらい風邪ひ、いや1週間です。風がね、風邪ひいてて治りかけてきて、はい、バンって寒くなったわけ。 2,3 日前かな、はい、で今日は一転して28度つけてるから、はい、むっちゃ強いわけ。だこの気候の変化でまた風がぶり返すかなと思ったんだけど、なんとかできそうだし、もう月始め月末一番私的には忙しい時でありましたよ。以上。なんで笑うの？すごいいろいろあったんですね。忙しそうですね。風もひいて。うん、今度日曜日ほら FM ラジオのイベントやるでしょ。あれでの準備で明日も忙しいんですよ。忙しいっていうことを皆さんに伝えたいってことですね。今日は。はい、なるほど、はい、私の1週間は、はい、忙しかったですよいや本当に忙しかったんですよ、ね、先週はもうほとんど睡眠時間も削っていろいろと物を書いてたので、うん、それも忙しかったんですけど、ね、いや今週はちょっと衝撃的なニュースがそうだ、ね、あったんじゃないですか、うんうん、ザマの、何でした殺人の件ですけど、うん、あれ何ですかああいうのって。やっぱちょっと普通じゃない精神の持ち主、うん、でうちの山内牧師もメッセージで言ってますけど、本当おかしな時代になってきてるなというような感じのニュースですよね。うん、うん、自殺サイト、うん、っていうところにこう書き込みしてってちょっと私も見たんですけど、うん、何ですかなんかこう書き込みをしてる人たちの会話が、うん、今週末死ねる人連絡くださいみたいな、一緒に死のうみたいな、うん、なんか、うん、みたいな、うん、首吊り以外でお願いしますみたいなのが書いてあるんですけど、うん、なんかこういう時代っていうのはやっぱこれはもうネットの普及がね、こう、うん、身近に本当にインターネットっていうのが普及してきたことから始まっていることなのかなって思いますけど、どうですか皆さん。そうそう、だから今ね、うち子ども食堂やってるけど、中学生小学生なんかがその見るわけでしょ、そういうとこ。もっとだから年齢は幅広いみたいですだからね、うん、自分たちちょっとあれだけど、私の世代ですよ、50代の世代は。そんな小学校の時あんなないからね。いやそれは知ってますよ普通そんなちょっと待って、すごくそのびっくりするような感じで今説明してましたけど、当たり前のことに知ってます。当たり前なんですけど、なかったからねとか今の時代それがちょっとね度が過ぎてるっていうか、うん、情報を発信する側もいろいろ考えてほしいなと思うところがありますよ。いや真面目に言ってるのに、うん、いや別にあれですけど。なるほどね。お二人はどうですか
私、うん、エンデュシアス、そうですね、まあ、あのザマの事件の人は書き込み解くの名前が首吊り師って書いてあるんですけどうん、うん、ね、多分どっかで自分の人生が、うん、なんていうの、思ってるように言ってないんですね、多分全然言ってないから、うん、だからおかしくなってくるんですよね、うんうん、自分のハードルを上げすぎるとああなるんですね、多分ね、うんうんうん、自分の人生を思ってるように皆さん言ってます？言ってないですよ、ごめんね、言ってない、いや言ってなかったから、まあ言ってないんですけど、今はいいんですけどね、まあ、いろいろ今言ってないって言ったじゃん、言ってないのはこう、 こう今まで振り返って言ってないとこもあるんだけど、うん、まあ、クリスチャンになってだいぶ修正されてきてるかな、うん、いい人生だなと思えるようにはなってきてますよ、はあ、皆さんはどうですか？あ、自分はですね、沖縄に来て1年ぐらいな、その子ども食堂と、うん、教会に関わって1年になるんですけど、それからやっとゼロスタートになったかなと思って、うん、それまではもう歪みっぱなしのやつかなと、うんうんうん、うなってます、どうかな、うなってる、まあ、自分自身のハードルを下げてる分、うんうん、まあいいんじゃないかなと思ってますけど、ハードルを下げ、ハードルを下げて、だから少しずつハードルを上げていけばいいもんだと思って、ああなるほど、うん、あまり高い壁作ったってね、越えられないから、そうね、うん、なるほど、人それぞれの考え方があって、うん、ね、スミスさんは私の人生は、一応こうまあ思い通りにいってるかいってないかは別として、邪魔が入る、邪魔、うん、いろいろと、うん、邪魔、邪魔、別に荒木さんのこと邪魔ってことね、ちょっと待って、荒木さんのこと邪魔って言ってないですよ、なんで自分でそう取るんですか、自分でそう思ってるんですか、いや誰も荒木さんとか言ってないけどだって自分で邪魔とか言うからそうなんですよ、でもその邪魔というか障害というかを、まあ乗り越えながらも思ってる、そうなってほしいというか、そうするのには頑張らなきゃいけないわけですよね、私やってることがすごく多いので、いろんなことやってるんですけど、でも一応今自分の人生には満足してますよ、皆様みたいな素晴らしい、方たちと一緒に仕事もできて素晴らしい、どうしたんですかなんか笑ってますけどということで、じゃあ一曲よろしくお願いします、はい、はい、なんで笑ったの、荒木さん、素晴らしいとか言われたこともあんまりないからだって邪魔って、あれさ、一人でやったのかな、あの人、ザマの人、私ね、なんか一緒にやってる人がいる、だよね。最初はさ、3日間かかってこう1人さばいたとか、次からはやり方分かって1日でやったって言ってたけど、結婚してる、あんまり結婚してるえ
BS 入ってたっけ。え BS 入ってた。いや、もう DVD とか入ってくるの、お題より。CSI シリーズとか見てごらん。え普通に解剖シーンとか出てくるじゃん。CSI? CSI とか、デートのやつ。月曜日誰か入れた方がいいの？今度。月曜日少ない上に月曜日なんか。来る。月曜日来る。じゃあ大丈夫じゃないですか。月曜日来て。ジェームスさん来るはず。大丈夫じゃないですか。一人で。あの人もいる。六日でしょ？うん。来るか。はい、時刻は3時13分になったところです。国際恋愛の成功の秘訣です。ちょっと違うパターンもいいでしょ。もう黙っちゃって。何ですか、ちょっと違うパターンって。時刻を教えてあげたらいいのかなと思って。ああ、時計見れば分かりますけどね、基本便の時間は。いや、ほら車運転しててさ、あの時刻言うのがあるじゃん時々。あ、じゃあここで1時間、うん、荒木さん座って時刻お知らせの番組に。違うやったらいいんじゃないですか。ということで先ほどのお話に戻りますけど、はい、ほらよく日本はこの自殺大国とかいじめがすごいって言いますけど、うん、あんまりねこのアメリカの社会でいじめっていうのがあっても日本みたいに陰険ではないと思うんです、うん、うちの息子の学校でもあまりいじめっていうのはこう表立ってこうね聞いたことはないんですけど、うん、最近の日本の学校のいじめ、中学生とか小学生のいじめはだいぶこう陰険だっていうのがありますけど、いじめはありました？昔あのね、自分たち私の頃のあの中学生時代あったんですよ。あのでも今みたいなのに何してたの？違うどっちかって言ったらいじめられた方ですよ。私もそうです。で あなたもそうですよね。そうそうそう、私もそうです。絶対。あ、そう、はい、絶対。でね、タイミング的なインベーダーゲームが流行ってきた時代だ。何ですか？わかります？ジャッ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 チュッ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 とか言ってか、そういうのがあったんですよ。78年ね。78、あ、そんな遅い、はい、あ
その頃のはずよ。 ごめんなさいまだ生まれた間もない頃なので私は生まれた年ですけど、うん、で 何を言いたかって言ったら、今みたいに人権じゃなくてどっちかというと暴力沙汰みたいないじめだったです、うん、まあ、でもほら昔の学校ってどちらかというとそういう熱血教師、うん、体育教師みたいのがいて、そういう先生があのこう悪いことするとぶん殴ったりみたいのが結構あった時代じゃないですか、うんうん、あの金髪先生とかね、あのあったんですよ、飛び出す青春とかね、スクールウォーズとかね、スクールウォーズが結構影響したかもね、うん、今そんなのまずいじゃないですか。ないよね、まあ、すぐ首でしょうね、うんうん、もうすごいじゃないですか、うん、暴力どころかその発言がやっぱそうなりますよね、うん、先生の発言とかでも、うん、あの多分すごくそういうこともあって時代の流れというか問題というかだと思うんですけど、荒、うん、木さんの時代とはまあ、ね、この殺人事件、このザマの殺人事件も、うん、これもう本当9人ですから、もしかしたらまだいるかもしれないですけど、うん、日本の刑事事件本当にこう振り返ってみて、私も今までいろいろ判例見たりとか学校でしましたけど、9人っていうのはあんまりこう殺人、家の中であんな悪質なのってあんま出てきたことないんじゃないですか、うんうん、ないでしょ、確かないですね、うん、もう1週間に1人って感じで、そう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 、それはないですもんね、それも、はい、クーラーボックスの中に、はい、頭入れてたんでしょ、そうですね、うん、こんな中で生活できます、うん、いや無理でしょ、ね、別に物がなければ生活できますけどね、死体とかなければあのだって匂いも出てるし、うん、はい、まあ、どっか行かれてるんでしょうね多分ね、うん、で外見は普通の人っぽかったでしょ、うん、ですね、うん、だからまあ1万9000円のそのアパートももう誰も入りませんよね、うん、ですね、ですね、入居しませんよねそれだけでも、はい、けど安いんだったら入ってもいいかな、本当かね、うん、本当に、うん、いや、ああいう物件なんてもう一回壊すんじゃないの、いや壊さないと思います、ね、でも築30年近いからね、はい、そういうどうなんでしょうね、でもまあそこはもうその部屋だけじゃないよ ね、 そうですね、あそこまでなると、はい、もう上も下も横も全部あそこの建物自体もしくはもうその3軒隣ぐらいまで、はい、匂いもするし、うん、嫌だっただろうし、うん、っていうこと、だから多分あそこの持ち主がその被害者、そのザマの事件の犯人の親とかに損害賠償請求をして、ね、うん、立て直すかなんかしない限りはもう無理でしょうね、ですよね、うん、で今回はたまたま捕まっただけであってですね、うん、多分多分というかほぼあると思うんだけど、見つかってないのが ただただあるはずなんですよ、ね、うん、要は氷山の一角みたいな、うんうんうん、でしょうよ、だってこの自殺のサイトの中身がちょっとこう普通じゃ考えられない内容だったっていうか、そのなんかこう読んでてこう死にたい理由がなんか35年間童貞ですみたいな、これどうなんですか皆さん、ソープでも行けばいいじゃないですか、ソープ行けばいいじゃん、まあそういう解釈もありますけど、35年間でもまあそういうことで命を絶つっていうのはクリスチャン的にはどうですか先輩、でも自分そういうサイトっていうのはあんま見たことないし、あんまっていうか見たことあるって見れないし、うん、私も興味があってちょっとね、うん、どういうものなんだろうと思ってやりましたけど、今までそんなものがあるっていうのも知りませんでしたから、あんまり、まあ、想像する中で考えたら、うん、そういう自殺願望を持った人が話し合うわけでしょ、うん、どっちかというとマイナスイメージ持った人がばっかり集まるので、うん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 、それはいい考え生まれないんじゃないかなと思うんだけどね、うん、だからその死ぬ一緒に死ぬ人を探してるって、一人でこう死ぬ勇気がないから一緒に死ぬ人を探してるっていう感じなんですけど、うんうん、でそこで殺人願望がある人間が入り込んでやっちゃうんで、そう怖いね、そう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 、だ一緒にね、まあ、こう死ぬっていう、一人で死ねないからってこう誰かを探してる時点でまだ死にたくないのかなとも解釈取れますけどね、あ、そうか、そういうサイトに入るっていうのはまだこうな何かしらの
だって一人で死ねないわけでしょ、死にたかったら、そうそうそう、本当に死にたかったら、そうですね、ちょっと失礼ですけどお一人様でもやりますよね、うんうん、そうですね、まあ、実際にやる人いっぱいいますからねですよね、うん、だからそれ誰かと一緒じゃないとって、今日死ねる人みたいなの探してるから、うんうん、っていうことはどうなんですかこれは。ただ年齢とか見てるとゆとり世代なんですよね。そうだね、うんうん、必ずゆとり世代がいる、うん、多いっていうのが実際のところで、うん、僕たちみたいに教師から体罰受けて鍛えられてきた人間はそんな、うん、本当に、うん、普通に本当に 何がいやいやいや、もうちょっと若自分よりだいぶ若いじゃん。一回りだよ。一回りって全然違うよ、ね、一回りでもうちはそういうとこだったんで普通に、うん、だって1時間正座とか当たり前だったし、学校で、うん、学校で、うん、そういう経験がない子たちがだからどこにも吐き口がない、うん、まず、うんうん、暴れることもできないし、うん、だから死にたいって考えたらもうそういうサイト行って愚痴こぼす、うんうん、親にも言えない、言えない、友達にも言えない、うん、引きこもる、うんうん、そんな感じじゃないかな。私なんかこの引きこもりってほらよくずっと外出ないで家の中にいるとかね、うん、あれだけど、うん、私なんかもう外に出ない日はないから一日も、うん、家の中にいるっていうこと自体が長期できないから、うん、もう本当に忙しい日は寝に帰るぐらいのもんだから、うん、引きこもるっていうのもまたすごいなと思いますけどね。ね、いやいや、那覇でね、障害福祉サービス事業所をやってる時に認知症の方を応援しようというなんか講習があってね、認知症を防ぐにはやっぱ外出ていろいろ歩いた方がいいとかね、そういうのを教えてくださったんですけど、だから引きこもったら認知症になるの早いかもねと思ってね、今外出てても認知症の人いるけどタバコの認知症は早めますよね。それも私習いましたよ、うん、ですよね、うん、はい、なるほど、まあちょっと時代の問題というか時代にこう時代が流れていく上でやっぱり事件もこう悪質というか、うんうん、ですよね、うん、だからこれ今回の事件は日本だけじゃないしにアメリカとかイギリスとか、うん、あっちの方の新聞でも取り上げられてるっていうから、ういやこれはでも本当にびっくり、今までの人生で何が一番びっくりしました、事件、宮崎進む、あーあの事件ね、いや私はね榊原なんとか、うん、あの校門の神戸のね、そうそう、うん、首を、小学生の首を、でもそれより超えてるんですよ。いやもうもちろんそうなんだけど、うん、私ねびっくりしたのは冤罪の疑いがあるのに、うん、何十年も、うん、死刑判決を何回もね裁判しながら死刑判決が出たりしながらずっと中に拘留されてた袴田事件の、はい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 、袴田さんが出てきた事件は、うん、私の中の一番の事件の、うん、事件簿の第一、うん、人の人生をあれだけこう、うん、ほらね、うん、ダメにしちゃってって出てきた時には認知症もっていう、うんうん、彼の人生と彼の家族とかね、うん、人生はって考えるとあれ一番だな、うん、確かに、ね、で荒木さんは、あ、違う、荒木さんあれって言ったのか、うん、ちょっとでも その辺の事件よりちょっと悪質だよね。悪質ですね、うん、でクーラーボックスに首から上が2個ぐらい入ってるわけでしょ、2個と、うん、だからクーラーボックスが全部で8個ぐらいあったって言って、そう、でそれに玄関のとこにあったのは2個な、部屋の中 に全部でだから9つで240本だかなんだか骨が入ってたって言ったけど、うんうん、だから大腿骨とか太いやつじゃないかな、多分細かいやつはもうそのまま捨てたんじゃないかな、肉をこうやって削いで取ってあんまそういうの考えたくない、うん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 、ですよね、うん、ちょっとこれは普通の精神の持ち主じゃ、うん、ないですね、うん、うん、なんかどうでしょう今日のこの番組なんかね、そうですよ、まずいですよ、
え、あ、そういう話苦手なんですか、こういう。いや、あの苦手じゃないけど、うん、考えると肉を、肉をこう、そうそう、もうダメダメダメ、え、ダメ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 、うんうん、まあ、でも、あの、でもその事件もそうですけど、うん、そうそう、私は素晴らしいと思うというか、あの大変ご苦労だなと思うのは、この警察の、ね、うんうん、方たちは、うん、匂いに耐え、うんうん、そのものに耐え、うん、中に入っていくわけですよね、うんうん、で中でその首なんかも見るわけですよね、うんうん、大変なお仕事だと思いますけど。そうですよね、鑑識の人とかね。鑑識、あ、鑑識、あ、鑑識鑑識何ですか、鑑識、失礼しました、鑑識って何、鑑識、鑑識私はまだ認知症入ってないつもりですけど。入ってると思うけどていうかそれ以前の問題じゃない、今のは。そうだね、うん、まあちょっと大変だなと思いますけど、ね、ね、じゃあここで荒木さんのコーナーに。あ、もう行く、はい、あ、今日ぴったりかもね、行きますよ、ほんなら。またなんか詩みたいの出てくるんですか。聖書の言葉が出てきます。あ、はい、今日は私が短いので読みましょうね。箴言の24章の16節、神に従う人は7度倒れても起き上がる、神に逆らう者は災難に遭えばつまずく、アメン。でこれね、日本のことわざにもなってるんですけど、七転び八起きというのになってるんですね。まあ、要は失敗しても諦めずに頑張れば、あ、成功するし、いいことがあるよということですけど、まあ、人間っていうのは誰でも失敗したり、私もよくありますけどね、挫折したりすることがよくあるんですよ。で、この七転び八起きっていうのも、この聖書のこの言葉からできてるんですけど、他に豚に真珠とかね、の犬猿の仲とかいうのもこの聖書から、あ、日本のことわざとして取り上げられてるっていうところで、聖書とこういえば世界のベストセラーですけどね。元に戻しますけど、要するに失敗とかね、挫折っていうのは、ちょっとさっき番組に入る前にやってたけど、入った時やってた、高い理想を持つ、目標を持つ人ほどその経験が多いということで、まあ高い理想を失わない人は挫折を経験するたびに、力をつけていくと。ですから、まあ私たちが一度二度の挫折をしたからといっても終わりだなと思ってはならないということで、まあ、先ほど読んだ聖書のね、神に従う人は七度倒れても起き上がるは七転び八起きなんですけど、つまり、まあ高い理想を持つ人は七回倒れてもまた起き上がるというようなことなんです。なんか笑ってますね。で、ここでアメリカの話いきますよ。16代の大統領というのは誰でしょうか。リンカーン。そうそうそう、でこの人すごい有名なんですけど、アブラハム・リンカーンは有名ですよ。だって船の名前もついてるぐらいですよ。そう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 。で、まあ、いろんな苦労されてる、両手の指で数えきれぬほどいろんな落選とかね、挫折を経験されたそうなんですよ。ただまあ立派なもう事業を成し遂げて、いろんな成し遂げたりとかね、スポーツで今素晴らしい活躍をしている人でも、この挫折を経験しなかった人はいないだろうと言われてます、ね。でまあ、聖書はね、あえて私たちに挫折、その失敗を経験することを勧めてるんですよ。で挫折を乗り越えてこそ成長するからだと私は思うんですけど、まあ、今皆さん、リスナーの皆さんの中で目標とかね、希望に向かって努力しているところで挫折しているんであれば、その挫折としっかりとね、向き合ってほしいなと思います。思いますね。ね。思いますね。そうそうそう。うん、で向き合ってほしいなと思います。で。その挫折を乗り越えようとする気力を持つならばですね、解決の道は見つかるし、うん、神様がもうどうしようもないという時は助けてくれると私は信じてるんですね。はい。でもしね、うん、もしそれでどうしても解決の道が見つからないという時は、皆さんの近くの教会に行くことをお勧めしますよ。で牧師に相談するという一つの手があると思いますけど、そこの教会の人に話してみたらいかがでしょうか。でその挫折をね、教会に行って、病気持ってる人も教会行ったら治ることあるんですけど、まあ、1回2回行ったところで治らないと思って諦めないで、しっかりと教会に行ってほしいなと、治ることを信じてですね、はい。でまあ、だからそういう挫折があったら、
普通落ち込むんですけど、落ち込まないで、もうこれ自分が成長していく上で必ず通る道なんだから、ここを頑張ろうと思って頑張ってほしいなというところで、七転び八起き頑張っていきましょうということです。はい、以上です。はい、みんな真剣に聞いてるのかな。いや、もう今もうすごいこれが感動して感動した。言葉がちょっと、八嶋くんなんか泣いてますよ。泣いてます。隣で泣いてますよ。だって、いや、だからね、本当失敗中の人間何回もやると思うんだけど、その失敗をもう落ち込んでもマイナスに考えたら、それこそさっきの自殺とかね、そういうのを考えるのかなと思ったんだけど、それを前向きに捉えて考えてほしいなと思ってお話しました。林間の話は、うん、だから、ね、あの人も好きなんですか、林間が。いや、あの人もね、クリスチャンなんですけど、もう見習うべきとこ多い方でね。林間何した人？アメリカの大統領。じゃあ歌っていただきましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。早いね。あ、分かった。あのね、この間調子悪かった時に、あの不評だって歌があるんですけど、その第2弾思い出しましたよ。分かった。それいらんな。いやいや、これやるよ。これやるよ。チャンチャレンチャ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 ン、男だったら一つにかける、かけてもつれた謎を解く、誰が呼んだか誰が呼んだか、銭形平次、花のお江戸は八百八町、今日も決めての、今日も決めての、銭が飛ぶ。はい、一番で、はい、一応ね、この番組は国際恋愛の成功の秘訣っていう番組なんですよ、はい。まあ、番組にちなんだ曲みたいのをお願いしたかったんですけど、これは何かあるんですか、この曲を選んだ意味は。さっき、はい、この番組の前半30分経過した中で、どちらかちょっと暗いイメージの話題だったんで、はい、明るくなるかなと思って。これ明るいんですか。明るくないですか。いや、聞いてるんで、私は明るいとは取ってないんですけど。あ、そう、うん、私は明るいかなと思って。あれ、みんなの目がね、銭が飛ぶとか。いや、手裏剣が10手が飛ぶ、どこだかあるんですよ、2番3番。銭形平次って見たことないですか。ない。あれ、番組は知ってるけど、ね、興味ないです。あれ、そういう歌は、うん、この番組の前のお願いできません。だからちょっと1時間ずれてません。多分ちょっとね、明るくなったでしょ、雰囲気が。失礼しました。いや、私はてっきり賛美をしてくれるのかなと思ってたんです。あ、それはね、もうちょっと後で、うん、え、後で出しましょうか。はい。あ、そうなんですね。メールが来てるんですかね。はい、そんなひどい歌を歌うなとか言われるんかな。はい、どうぞ読んでください。やばいです、歌最高、会議になりません。会議やってたのかね。会議やってたのかねとか。ごめんなさい。はい、銭形だ。あ、結構ほら、分かる人分かりますよね。嬉しいね。結構って一人ですけど。え？で、この間の我が人生にだっけ。え？人生イラク、あ、いや、あの第2弾だから今度第3弾考えましょうね。あ、時代劇で攻めてくるのかな。いや、なんかやっぱなんか辛いな、いろいろと。まあしょうがないのかな。あれ、これかな。まあでも今日は七転び八起き、そうそうそう、っていうことなんですね。はい、だから本当ね、うん、そうそう、さっき言った通りですよ。はい、じゃあ1曲お願いします。はい、はい、わかります。あ、この、はい、ツインキャスっていうところです。はい。
強したら見えます。はい。国際恋愛の成功の秘訣話さなきゃ、なんか、うん、私ね、今日スーツ行き出すんですよ。帰ってスーツ行き出すんですよ。行きたくない。行きたくない。どうしたらオンラインで、でも、いろんな人いたら、ね、会うと楽しいでしょ。本当に会ったの何のか試しに休みよう。なるよ。本当？うん。やったいし、どんだけ留年してると思ってる。あ、そう。あ、そうなの。でも、あれ、休みすぎて留年してる。誰？大地。あ、そう。そうです。今、頑張って生きてるみたいな。休学で。あ、そう。何を言ってるんです。頭にバンバンを開いてください。え？あ、これね、あのほら昔やりよったわけよ。あのワームの頃から配属してる時はバンダナ、うん、今でこそ巻かんけど。巻いてください。どうやってやったんですか？自分は、うん、あの人それぞれやり方あると思うけど、ね？え？え？ちょっと待って、何なの？あ、これの修理か。そうそうそう、これでやってましたよ。大志くんとこ、え、どこ、どこかのおばあちゃん、代々木公園で配食。おばあちゃん食堂の、食堂のおばあか。食堂のおばあか。うん、だからレンくんと、うん、じゃあこれで今日は可愛いよ。本当か。もう髪がない方がじゃ目立ってくるんだけど。見えないよ。これ、アラキさん、これで何歳ぐらい、これ撮ってるの？え、何歳ぐらい見えるんですか？今51でしょ、うん、50歳ぐらいに見えますよね。一つ、うん、はい、知らないわけですか。あ、はい、じゃあ、あの知らないのが年齢上げてる。ムーさんも思い切って丸ごとにしちゃえばいいの。そうだよ。いや、赤いのしない方が分かってない。え、赤いのやると余計つけてみる。今日、もうこれやったら70ぐらい。今日は、違う、今日はこれ、ああ、もう、ひなどりもいいとこだよ、髪の毛になってるの。今、どこに止まらない？うん。え？だけど、何年前とかね、もう4、5年前やってる。じゃあ、違う、巻き方が違う。それがダサいわけよ、ただ。今日これ巻いて、あれ歌って、長渕とか。長渕ってどうやって巻いてる？巻いてる時あるよね。セラとか、セラとか、あとはハマショーとか。あ、ハマショーはちょっと変わってるけど、セラはどんな感じですか？セラ。以上、そんなもん歌うよ。ハマショーも巻いてんだ。何でも巻いて歌う人。あの亀井博士とか。月なの。わかるね。あ、セラこんなだもん。ほら、うんうん、見てみる。透明で巻けばいいの。ハマショーも結構かっこいい。どうや、ん、ちょっとこうやってこういう感じ。これさ、あのさっきのじゃない。違うの、全然違う。これほら、どうこうなの。なんか楽しいの、うん、あ、いいよ。毎回毎回バンドがない。あ、いいよ。これで、ね、ちょっと、これでいいよ。本当だよ。うん。本当は三角はいいんだけど。そう。そう。もしくは、そこになんか棒みたいな、あの、ロソタとか、ヤツアカとか。そうそうそう。え、ね、あ、ヤツアカ村よりは、あれだけの人間の証明とか、今書くの。何？わかる。あの、薬島由紀子のデビュー作。人間の証明でしょ、森村誠一郎でしょ。そうそうそう、うん、テーマ曲だったの、うん、だからこういうことだよ、これそうそうそう、でしょ、こういう映画もこうだよ。近代一光介でした。そう、ちょっと CM 行ってもらう、うん、ろうそく必要だな。いやいや、そうそうそう、うん、そうそうそう、うん、仕事しやすそうじゃん、その方が。何？え？マジックがなんで出てくるの？なんでマジックが出てくるの？おかしいから。
山口も後ろ見てたら映像では見ないって見ないんで映像では見ないってあ撮っちゃったこういう風にして作業前で、うん、はい、国際恋愛の成功の秘訣17回目です、はい、荒木さん、はい、これはセラ？え、セラ正則さん、いいね、八つ墓あのね、あのなんでバンダナしたか分からんけどちょっとアメリカンスタイル、そうそう、あ、そういうイメージもありますけどね、うん、バンダナってこうちょっとアメリカっぽくないですか、うん、だバンダナっていうのはあのほんとこう鉢巻きにもなるしハンカチにも使えるし、うん、あの首に巻いたりしてね、ライダーっていうの、あの仮面ライダーとかああいうあのマフラーみたいにもなるしね、便利なんですよ、うん、風呂敷にもなるしね。風呂敷って古くないですか？いや、まあ、最近かどうか知らない、風呂敷 の, あの結び方とかいろいろ注目されたんですけど、知りません、瓶を結ぶときはこう、風呂敷の結び方とかどうでもいいと思うんですよ普通に。なんか興味あるんですか？いや、ちょっとバンダナでそういう風呂敷まで、うん、じゃあセラっぽく一曲一曲お前の乾いた唇があんたにあげた愛の日で自分で押すんだでも自分で今ね2曲やったんだけどもう出てこないんですよ、あとの歌詞が。セラと同世代？いや上じゃないかな、セラさん、多分中学ぐらいの時に、うん、あのテレビで見てましたからね、うん、ベスト10という番組で、わかります？わ、うん、かるよ、ベスト10は、うん、ね、黒柳徹子さんと久米宏さんがやってたんですよ、司会をね、うん、だから上のはずですよ、まあ、還暦ぐらい行ってないかな、矢沢永吉さんは行ってるはずよなんでいきなり A ちゃんが出てきたの？ A ちゃんが出てる。だから私ちっちゃい頃 A ちゃん A ちゃんって言われて、正しがきがついてかっこ悪い A ちゃんとかねだってあなたの名前は A 一郎ですよね、うん、で本当は A ちゃんなんだけど、はい、A ちゃんって聞こえるわけですよ。はい、今一緒じゃないですか。A 一郎だから A ちゃんなんですけど A ちゃんって聞こえるわけ。一緒え、いちゃんと、うん、え伸ばし、そうそうそう、伸ばし、どっちでもよくないですか、うん、これはで分かる人はかっこ悪いえいちゃんっていうわけよ。じゃあ今までのニックネーム特集もういいよ。えいちゃん、えいちゃん、うん、えいちゃんが小学生の頃結構呼ばれてましたよ。いや私の話より他の八島さんとか橋本くんとかなんて呼ばれてました？小学生時代。小学生時代、うん、おじさん。おじさん。小学生で？そうそうそう。あんまり顔変わってないんで。いや自分を老け出したのはね、もう明らかに成人式過ぎてよ。その時はもう青年中か。おじさん？違う。おじさん。え、小学校の時のおじさん？おじさんと呼ばれてた。で、好きなテレビ番組が時代劇と相撲。相撲？それと火曜ヒットパレードとか。じゃあもしかしてあなたも1時間前の番組ですよね？いや違うと思うんですけどね、はい、うん、はい、だってさっきここで流れてた時ちょっと口ずさんでましたよね、意外とほぼ8割は歌えます。歌えますよね、うん、おじさん、おじさん、うん、そう、小中とおじさんって呼ばれてました。じゃあ八島さんにも一曲、なんかさっき流れてた曲、口ずさんだ曲でいいので。荒木さん、後からトイレ。あの八番さんってなんでこうみんな、うん、なんで八番なんていうんですか。さあ何のことか私には分かりませんけどね。野球だったらほら3番とかね、長島さんの意味ワンちゃんとかね、一番さん。
ハチって呼んでたの聞いたことありますよね、橋本さんも、はい、ですね、うん、いや、私は記憶にないですね。ラッキーセブンの7とかわかるけど、ちょっと荒木さん黙ってもらってますか今一番ここいい下りなんで、こう一番今大切なとこなんですから、うん、ここいろんな、いろんなものが噛み合ってくるので、ちょっと放送上ちょっと無理な話がいっぱい出てきますので、ちょっとやめておきましょうね、これはね、はい、なるほど、うん、そっか、そうなんですね、うん、まあ、8っていうのは沖縄の方好きな数字ですよね。え、例えばナンバーナンバー見るの好きなんですけど、だから自己流星になるんですよ違う、8888とかね、多いんですよ。これ別に沖縄だけじゃないじゃないですか、はい、じゃないんだろうと、はい、結局末広い割りとか、うん、ああそう、はい、沖縄特有かなと思って、いや日本は8、うん、でフィリピンだったかな、タイだったかな、うん、とか、あっちの方行くと9とかね、うん、9のナンバーはものすごく高く売れるとかあるんですよ。原さん、あれだよね、人のナンバー覚えてますよね。あのね、これ、まあ、そうか、昔違うよ私のナンバーも覚えてる。わかりますよ。え、岩尾も、あー、ちょっとわかんないね。もうでもあそこに止まる車のほとんど覚えてますよね。だいたい関連する方の車は分かるので、皆さん気をつけてください。関連しない方のナンバー来たら、うん、あって思いますよ。ストーカーですか。違う、昔ほらあの保険会社の代理店の営業マンやってたので、うん、自動車保険よくいっぱい扱うわけですよ、うん、でお客さんほら同じような車でナンバーがこうだったらこのお客さんだって分かるじゃん。で手振ってあげる、はーいとか言ってね、ナンバーばっか見てるから自己流星になるんですよ、よく、うん、気をつけます、ね、もう11月ですけど。え、11月ですよ、気づいたら。そうですね、去年の11月何やってましたか。もう子供食堂に来て何やってたかな。11月もうクリスマスの準備ですか。そうよね、クリスマスの準備、ね、はい、子供食堂とかのですね、うん、教会とかのですね。去年の11月何やってたかな。みんな考える。さすが1年前は、ね、あんま覚えてないですけどね。この時期になると、こちらでもやってるのかな、沖縄手帳を毎年、買ってるんだ、はい、いただいて、書き始める時期ですね、ちょうど。私手帳はね、4月始まりが好きだったんですよ。そう、あ、ごめんね、関係ないから、ね、あなた手帳いらないもんね、手に書くから全部、うん、いや、ちょっと待って手帳4月始まりが好きとか、うん、そんなことの前、手帳持ってます？今年はね、買ってないわけよ。見たことないですけど。去年まではね、だって予定は紙にマジックで書いてセロテープで壁ですよね、うん、いや、一昨年までは書き寄ったんですよ。でも今年は買ってない、本当。手帳これですよね、手に書くことですよね。だって今なんか画素とか書いてあるけど、ね、手にガリ、何ガリ、画素、これは画素、何ですか画素、ガソリンの画素画素数かと思うでしょ画素数、カメラの画素数かな、そういうね、ね、まあ自分が分かればいいんだけどあ、それが11月に行われるってこと、手帳が。手帳、そうですね、なるほど。私喋ったら横道に入るからごめんね、やめとこうね。喋んなきゃラジオの意味ないじゃないですかあなた放送事故起こすつもりですか本当に放送事故、まあ、でも11月なので、もうあと2ヶ月で2017年終わりですけど、うん、激動の2017年だったんですよね、うん、ね、いろいろありましたよね。激動、激動、大激動ですね。まだまだあるかね、あと2ヶ月。もうそれは自分次第じゃないですか本当だね、うん、来年は、来年はまたいい年になりますよ。いや、もうはい、うん、いやでもほら番組が始まったの7月でしたっけ。何月、うん、7月だったかね、うんうん、まあちょっと今日は国際恋愛の話はしてないんですけど、うん、まあちょっとこうラジオを聞いたって言って私たちのところを訪ねてきてくださる方も ね、最近いらしてこう相談とかね、こうしてくださる方もいるんですけど、うん、ぜひもし何かこう国際恋愛のことで悩まれてる方がいたら、まあ
こちらに連絡してこちらで私の連絡先もらうのとかもありですし、直接湯河府協会に来ていただくのもありですし、うん、あとは荒木さんご指名で相談っていうのもあったら、はあ、まあ私もね、ちゃんと電話番号は聞いてくださいね、はい、はい、相談の方の、はいはい、だからまあいろんな仕事やってるんで、アドバイス的なものはできないけど、聞くことぐらいはできるかもよ。ちょっとあれなんだ。え、いやだからあなたどういう人なんですかそれは。ちょっと待って、何ですかじゃあ今のは。ずっと喋りっぱでずっと聞いてるってことですか。ね、いろんな経験があるので、もう2時間聞いたこともあるし、話をね、で2時間ぐらいの英語の歌を聞かされたこともある。 ここでいや、ここじゃないよ。じゃあここで。あ、そう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 。これで分かるわけです。そう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 、これで、うん、これはここ4人の共通のこれなんですよ。そうそうそう、ですよね。だから本当いろんな愚痴言いたい人いたら聞きますよ、ね、でもアドバイスはできないんですよね、うん、的確なやつはできないと思いますけど聞き屋的なあれやってもいいですよ。じゃあもうずっとこう3時間とか、うん、大丈夫、うん、大丈夫なはず、なはず。ただね、いや聞きたいです。右から左に流すかもだけど。最低。いや、ちょっと。いやだからほら、そんなこと言ったら誰も来ないんじゃないですか。うちを聞くっていうのはね、そういうあれ。だってそんなこと言ったら相談に来た人、どうせこの人こっちからこっち流してんだよねって思って誰も行か、私だったら行かないですよ。そんな行きます？行きませんね。ここで大々的にアドバイスはできない、右から左に流すけど3時間は聞ける、これどんな相談所なんですかって。そうしたらちょっともう一回訂正、はい、お願いします。じゃあこうね、もう7月から番組してますけど、こうね、私たちのところに相談に来てくれる方も出てきました。はい、はい、荒木さんにも相談がある方はぜひ。そうですね、私も、はい、まあ的確なねアドバイスじゃできない可能性もありますけど、まあ、市民によって。もう笑ってもう思ってちょっと真剣味が足りないじゃないですか、もう本当に。荒木さんノート取るの好きだからノートに取ればいいんだよ、うん、その相談内容。なるほどね、うん、右から左とか言わないで、うん、ごめんなさいです、はい、そう、どっかの消えてったお笑い芸人じゃないんだから、うん、私は逆に、聞くというよりはアドバイス派なので、うん、アドバイスをするのには右から左に流してたらアドバイスはできないので、私はちゃんと聞きます。でその聞いたことを頭の中で考えて処理してアドバイスができるような、相談は、受けたいと思ってます。はい、これ最高だな、ね、今のは。すごいすごいすごい。場所は三山丸沿いの、ゴーヤミュージックタウンから小座十字路に、名護向けに向けたら車で走ったら左手に青い看板がありますので、すぐ分かりますよ、湯河府教会って。 ねすぐ分かりますから、ぜひいらしてください。私話したらみんな笑うんだけど。え、ないよ。でももうね、早いもんでもう終わり近くなってきました。そうですね。そうですけど、まあ、今週1週間いろいろありましたけど、はい、あと2ヶ月で今年終わりますよ、うん、はい、はい、早いですよね、あと2ヶ月だけど早いですけど分かりました。じゃあ、これから今日またね1週間、はい、来週の木曜日まで、はい、はい、皆さんぜひ良い1週間を。そうですね、はい、ということで荒木さんから、はい、リスナーの皆さん、 FM 宜野湾の皆さん、沖縄市の皆さんの上に、今週も平安がありますように。平安あれ、雨。